今日も配信見に来てくれてありがとう。シティ48のあいこじこと小島あいこです。今日も素敵、どうもありがとうございます毎日褒めて、褒め言葉をもらえるっていうのは私も幸せなことだなと、はい、改めて感じます今日はですね、まあ踊ったりご飯食べたりって感じですね。はい、いろいろとやりました。明日も予定がちょっとあるので頑張ります。今日は27ですね。もうすごいよね、7月がもう終わろうとしてるのがすごい。でも低速だから1日でも早く7月は終わってほしいんですよ。となると新公演30、31日がもうすぐやってくるっていう、ちょっとね、なんか新公演ちょっと心配なんだけど、7月は早く終わってほしいっていう、なんというか本番までもうあと少ししかないっていう怖さと、早く定速が終わってほしい、終わってほしい、8月がやってきてほしいっていう思いとで複雑ですね こんばんは。髪型どうしようかな。迷う。あ、新しく始まる公演の髪型です髪型どうしようか迷ってる。かわいい、ありがとうございます、嬉しい。でも今日は撮影されるとかそういうお仕事じゃなかったので、今日もすっぴんです、うんね、テレビの収録とかそんなんじゃなかったらもう全然私はレッスンの時メイクしていかない。レッスンでメイクしてくる、していたのってもういつが最後かな。 STU に入って1年目はメイクしてレッスン行ってたけど、もういつからかすっぴんで、誰かをわからないような髪の毛で行くことが増えましたふ他のメンバーもそうですね、メイクしてないかな。みんな前髪上げてたりメガネしてたりとか、そんな感じ。コンタクトは私はするけど、たまにメガネで行くときもあります。前髪を下ろすか下ろさないか問題ですよね。新しく公演始まるから新しい髪型に挑戦してもいいかなって思うんだけど、でもなかなか
前髪、あーそうですね、まあ、ちょっとそれは考えてます少しだけ時間があるのでまだ考えてます。夢力とその点世界で踏ん張れ、全力で行こうぜ。昼夜ありますからね。頑張ります。結局何でも可愛い。ありがとうございます。ありがとう。実は私最近ね、新公演の曲を歌いそうになるんですよ、配信で。だから必死にいろいろ歌ってます必死になんかいろいろ鼻歌歌ったりなんたりしてます。もうどれが公演曲に入るかわからないようにそう、だから瀬戸内の声とか歌ったり指力歌ったりしてるのはそういうことです。ごまかしてます。いや、この曲が入るか入らないかは本当に本番になってからお楽しみだよっていう、はい、そういうことですもしこの世界から公共が消えたら、アマゾンの川とかなくなるのに。え、ちょっと待って、何これ、うわ、え、何これ、これお茶かな、無理、え、何これ、うわー、え、何、そんなことある、わー最悪、シロップがこぼれてる、嘘でしょ、なんで、片付けよう後で。シロップが、やだなんでかな、なんかこぼれた、こぼしたっけ、覚えがない。それでは、今何分ですか ?34分?旅は道連れ、夜は情け、ラストには、最後から2番目のお話を今日はお送りしたいと思います。お待ちしてましたか皆さん。待ってたんですか
でもちょっと切りよくしたいので、あの金曜日まで、金曜日までの、お話にしたいと思います。ラスト2話って言ったんですけど、なんか木曜日に終わるのはちょっとなんか切りが悪いなと思って、切りよく金曜日までにしたいと思います。おお、これを見に来たと言っても過言ではない。あら本当ですか。じゃあちょっとテロップに書いちゃいますね。調子乗っちゃいます私は。第何話ですかねこれ。第5話、第5話かな。はい、それでは第5話放送したいと思います。前回、大阪の地元の方に幼馴染だったけど、幼馴染でもかつ元恋人だった正弘さん、まあ、マサヤンって呼んでるんですけど、そのマサヤンがもう亡くなってて、その大阪にお盆休みに帰った時に地元の友達の千尋とお墓参りに行ったんですけど、そこでその千尋にマサヤンのこととか私のこととかもうどうせ忘れてるんでしょって言われて、謎にビンタをされて、いやちょっと意味が分かんないってなってもう私東京帰るわってなって東京に帰りました。私は主人公かなえです。でかなえはその元恋人のマサヤンとすごいパンが好きでもうパン巡りとかパン屋さん巡りとかするぐらい、まあ、2人とも大好きだったんですけど、大好きで、でまあどっちかっていうとマサヤンの方がパンが好きでパン屋さんを開きたいっていう夢があったんで、それをまあ自分が生きてるからもう叶えたいっていうので、まあ、今のところまあ、謎に上京してパン屋さんでパン屋さんを開こうとしてるんですけれども、はい、まあ、それにちょっと疑問を感じ始めてるっていうことですね。はい、はい、私の名前、主人公は夢のかなえです。皆さん一つ注意点です。朝の連続テレビ小説ドラマじゃないので、夜の連続テレビ小説ドラマなのでちょっとすっきりしないところがあるのでご了承ください。これが、さっき今言ったのが前回までのあらすじです。それでは第5話、どうしようかな、どう話続かそうかな。どう言ったらいいかな。あ、OK。いきます。はい、まあ大阪から帰ってきました。私大阪から帰ってきましたね。はい、ただいま。あー、美香子いたんだ。ちょっとねー、実家じゃちょっと落ち着かなくって私も実は大阪の方でね、ちょっと地元の友達と喧嘩とかしちゃったりして。わかる、久しぶりに会ったらなん
か家族とかも話が合わなくなっちゃってるんだよね。なんだかんだこのシェアハウスが一番好きかも。私もそうみたい。なんかこのお家で4人で一緒に夜ご飯とか食べてる時が一番幸せかも。しかもなんか関西弁がちょっと抜けてきた。だよね。まあそもそも美香子に出会ってから私パン工場で働くようになって、その工場で浩平とか悟くんに出会って、それで仲良くなって4人で住み始めたしね。いやー私さ、もうてっきりさ、あのカナエがなんかもうパン関連だったらもう何でもいいかなって思ってたの。もうなんかパン屋さんでアルバイトとかもあったかもしれないけど、いや私の知り合いで、パン工場で働いてる人がいたから、まあ、それでなんか、工場でもいいんじゃないかなと思っておすすめしたら、まさかのカナエあのパン工場で働くっていうウケる。結構そういうそういうとこあるよね、カナエ。なんかこう人のなんか願いとかさ、なんかこう誘ったものをさ、こう無限にできない的なそういうとこいいとこだけどね、カナエのね。ウケるウケるウケる。あ、ちょっとネイルはげたからちょっと直してくるわ。確かに私自分っていうものがないのかもしれない。そもそもパン屋さんを開きたいのは誰のため？マサヤのため？パン工場で働いてるのは誰のため？美香子が誘ってくれたからそれに乗って働いてる。いや、まあ浩平とか悟くんとか美香子に出会えたのはいいことだけど、私って自分の意思で何かしたことあったっけ？ウィッスー。あ、浩平。あれ？浩平も実家帰ってなかった？いやーちょっとね、さゆりちゃんだよ。さゆりちゃんが早く帰ってきてって言ってたからさ。そう、あーそっか、さゆりちゃんとうまくいってるんだね。うん、どう？さゆりちゃん、さゆりちゃん可愛いでしょ。さゆりちゃんいい子だしね。あー、うんうん、まああ、それよりあのパン屋さんどう？順調なの？あの回転できそう？うん、一応ね、田中さんとか佐々木さんがいろいろ手伝ってくれてるんだけど、鈴木さんがちょっとお仕事ができなくてちょっと外そうかなとか思ってるんだけど、でもすごい優しくって、そう、まあ、でもそうで、そうだな、佐々木さんもなんかちょっとあやふやなところあるからな。なんかちょっとパン屋さん開店するの少し怪しくなってきたかなと思って。うん、まあいいのいいの、もうあのパン屋さんの話しないで今は。うん、あごめん、てん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 、あやっほーみんなー、あれ美香子も美香子ちゃんも浩平くんもかなえちゃんもいたんだ。え、なんで悟くんも帰ってきたの？いやー僕ね、お家に実家に帰っててもつまらないんだよ。
やっぱりこのシェアハウスでみんなとおしゃべりしてご飯食べてる時が一番幸せだと思ったんだ。あ、メガネが曇ってきちゃった。サトルくん相変わらずだね。癒し系っていうか、なんていうか、ミカコもさっきネイルがなんか割れたか何かで直しに行ったし。いや、面白いね本当に。あ、じゃあちょっと俺さゆりちゃんところ行ってくるわ。かなえなんか痩せたか？ちょっとこけた気がする。なんか老けた、だから老けた気がするけど。うるさいな、うるさい。早くさゆりちゃんところに行って。余計な一言多いんだよいつも公平は。まあ痩せても可愛いけどな。ポンポン、やめてよ。さゆりちゃんところ早く行きなよ。じゃあな。さあよし、私はパン屋さん開店に向けて田中さんと佐々木さんと鈴木さんと話し合ってくるか。そうしよう。ある日、美香子やっぱり自分で手直ししたけど、ネイルはネイル屋さんでちゃんとネイリストさんにやってもらうのが一番だよねってことで、今日は1ヶ月ぶりにメンテナンスしに来ました。お願いします。いや、美香子最近さ、パン屋さんの工場で働いてるんだけど、そこでさ、ネイル禁止とか言われたけど全然破ってるわけよ。そう、でも味覚的にはね、いいと思うんだよね。そんな私、直接パンの生地とか触ったりしないし、味覚を。そう、あれあれ、さゆりちゃん、あ、やっぱりさゆりちゃんだ。同じお店通ってたんだ。あれ、気づいてない。ん？な？さゆりちゃん、なんて話してるの？さゆり、東京で知り合った大阪の超ど田舎の女の子？まあ一応ね、私が酔っ払ってる時に助けられたんだけど、でもね、すっごい騙されやすいわけよ。パン屋さん、いや本当にね、命の恩人だと思ってる。いや本当に仲はいいの、仲はいいんだけど、すごくなんかもうピュアすぎて、なんかさよりちょっと飽きてきちゃって、ね、パン屋さんを開きたい子なんだけど、さよりさ、一応お手伝いしてあげてるの。さよりお金持ちじゃん、家が。だからさ、まあお金に関してすごい手伝ってあげてるんだけどさ、いやー、なんかもう浩平くんっていう、あ、私彼氏できたの、さゆり。そう、もう付き合いだし、もう別にいいかなと思って。まあその子かなえって言うんだけど、つまんないんだよね、かなえと最近話しててもっていうことがあってさ。ありがとう、話聞いてくれて。あ、ネイル超可愛いじゃん、最高。いや、カナエにこんな話しても全然通じないし。じゃあお金かこえておくから。じゃあね。あれ、さゆりちゃん、え、美香子、美香子が知ってるさゆりちゃんじゃない？嘘でしょ、あんな最低だったの？え、あんな最低だった？え、これはきつい、これはきつい、これはきついぞ。え、カナエに、え、どうしよう、言おうかな。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。
はい、シェアハウス。ミカコじゃない、かなえ、あのさ、ネイル、私ミカコさ、あのネイル通ってるんだけどさ、さゆりちゃんのちょっとやばい話を聞いちゃってさ、そう、え、何、ミカコが、ミカコじゃない、さゆりちゃんがどうしたの？なんかパン屋さんのお金をもう出さないとかなんとかかんとかっていうのを聞いたんだよね。なんかもう浩平くんが手に入ったらもういいみたいな。なんか多分だけど、さゆりちゃん、あの浩平に、あの言ってると思うんだよね、あのパン屋さんのお金手伝うから私と付き合って的なことを言ってると思う。なんかネイルのお店でなんかそういう話聞いちゃってさ、そう、あの聞いちゃって、あの子そんな子だったの？さゆりちゃん、プルルプル、あ、もしもし、さゆりちゃん、明日藤の山公園でちょっとお話がある。やっほー、さゆりちゃん、あ、かなえちゃん、どうしたの？いや、あのさ、浩平と付き合うことに対してなんか条件提示した？うん、したよ。いや、かなえちゃんにはさ、すごくお世話になった。あの日私のこと助けてくれたし、普通にあの人生相談もたくさん今までしてきたけど、いや、なんというか、まあ、浩平くんと出会って私はもう欲しいものも手に入ったし、いや、もう別にパン屋さんにお金出さなくてもいいかなって思って。いや、まあそっちはさ、そっちの世界じゃん。いや、本当にかなえちゃんにはお世話になったけど、もう用がないというか、なんというか。さゆりちゃん、そんな子だったんだね。私、さゆりちゃんもっといい子だと思ってた。いや、さゆりもともと全然いい子じゃないから。かなえちゃんと出会った時もまあまあやばいよ、女だったよ。そんななんか理想のさゆりちゃん的な作らないでくれるかな。私のことはさ、あのいいの、あのパン屋さんのお金とかもいい、あなたに、さゆりちゃんにあの手伝ってもらわなくていいんだけど、あの浩平のことに関しては許せないかな。うん、許せないかな。まあでも、さゆりの彼氏だし、かなえちゃんには関係ないよ。じゃあね。あ、ちょっと、何逃げてんのよ、あんた。ちょっと、何逃げてんの。ちょっと、あんたね、あんた、何逃げようとしてんのよ。公平と別れなさいよ。ちょっと、やめて、話して、な叩かないで、髪の毛引っ張らないで、あ、もう爪が剥がれちゃう。
かったのにもうナーンズじゃなかったのにもうやだやだ、もう意味わかんない、もう本当に意味わかんないよ。よく考えたらもう私パン屋さんなんで開きたいのかもわかんなくなってきた。てかなんで私パン工場で働いてるの、しかもなんかあのさゆりちゃんとかなんかよくわかんない女の子に騙される意味わかんない、もういい、もうもうもういい、もうさっき買った小麦粉もいらない、もういらない、もういい、もういいよ、はい、シェアハウスに帰ってきました。あれかなえなんで泣いてんの、さゆりちゃんよりやめといた方がいいよ、私もパン屋さんも開かないからちょっと待てよちょっと話して話してショールーム時間がやばいよ、じゃあもう話して、もう話してちょっと待てってちょね、もう本当になんで泣いてるのか教えて、あんた鈍感すぎるんだよ、あんた鈍感すぎるんだよどんかん？公平ちょっと来て、ちょっと、ま、え、どこに行くの、はい、ここまでです。はい、ここまでで終わります。時間がやばいのでランキングを読みます。13位カジさん、12位青鷹さん、11位旭川の白ふくろうさん、10位みーくん、9位ズノラニカウェグレさん、8位ヒゲメガネさん、7位タウさん、6位カタカナのタカさん、5位ソリオさん、4位ピクリンさん、3位クジマサさん、2位ウミガメさん、1位シュージさん、ありがとうございました。はい、第5話ご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました。次回予告、次回東京湾眺めてます。ここは公平を連れてきて東京湾眺めてます。そして遠くからある男の人が現れます。さあそれは一体、それでは また明日。